ギリシア神話の超壮大な冒険談オデュッセイアがめちゃくちゃ面白いことをご存知ですか？オデュッセイアはギリシアの英雄オデュッセウスが戦争後に祖国へと帰るまでの10年にもわたる過酷な旅路を描いたロマンあふれる大叙事詩。英雄オデュッセウスは恐ろしい怪物たちに襲われて死にかけたり、多くの女性に求婚されたりしながらも、祖国で待つ妻だけをひたすらに思い続け、そして我が家へとたどり着くんです。しかもこの物語、今からなんと2700年以上前、紀元前8世紀に古代ギリシアの詩人、ホメロスによって歌われたと伝承されています。すごすぎる。そこで今回は、叙事詩オデュッセイアに描かれた、英雄オデュッセウスの過酷な冒険を一気に紹介していきます。この動画は、ファンタジー大好きオタクの神龍がお送りします。1。息子テレマコスは父を探す旅に出る。主人公の行方不明から始まる物語。さて、英雄オデュッセウスの旅路を紹介していきたいところなんですが、実はオデュッセイアの物語は、なんと主人公オデュッセウスの息子であるテレマコスのお話から始まります。息子テレマコスは、父オデュッセウスが戦争の終結後も故郷に帰ってこないことから、父の消息を探す旅に出ることにするんです。周辺人物の物語から描かれる、現代の作品にも通じる面白い構成ですね。その経緯はこんなお話。トロイア戦争というギリシアの神々と英雄を巻き込んだ大戦争が終結した後のこと。終戦から10年近くも経っているというのに、英雄オデュッセウスは故郷の島、イタケイに戻ってきませんでした。オデュッセウスはこのイタケイ島の王であり、王宮には妻ペネロペと、成人した息子テレマコスが住んでいました。父の帰りをけなげに待つ母と息子。しかし、英雄オデュッセウスが生死不明であることをいいことに、王宮にはその遺産を目当てに、妻ペネロペに求婚する輩たちが住み着いてしまい、挙句の果てに勝手に宴会を開いて財産を食い潰す始末。最悪すぎる状況です。一方その頃、オリンポスの神々は、トロイア戦争の英雄オデュッセウスをイタケイ島に返すかどうか、という協議を行っていました。ほとんどの神々は、返すことに賛成していましたが、海の神ポセイドンだけはこれに反対。ポセイドンは自分の息子である一つ目の巨人、ポリュペーモスの目をオデュッセウスに潰されたため、オデュッセウスを憎んでいたんです。ちなみにこの目を潰される経緯は、オデュッセイアの中盤で後に詳しく紹介されるので、少々お待ちください。とにかく息子の仇を憎むポセイドンは、オデュッセウスに海難の呪いをかけて、故郷に帰れないようにしてしまいました。復讐の連鎖。この状況を見かねたのが守護の女神アテナ。アテナは主神ゼウスに、英雄オデュッセウスを故郷に返してあげてください、と願います。アテナさん優しい。さらにアテナは異国の王メンテースに変装して、オデュッセウスの息子テレマコスに会いに行き、こう叱咤激励までします。求婚者たちが王宮を占拠するこの状況を変えたければ、父オデュッセウスの生死を確かめに行く必要がある。勇敢な父に恥じぬように、その心に大義を持ちなさい。この助言を受けて、求婚者たちの応募を見過ごすことしかできなかったテレマコスは一念発起。夜、求婚者たちが寝ている隙に船に乗って、父オデュッセウスとトロイア戦争を戦った父のかつての戦友たちの元へ向かい、消息を尋ねる危険な旅に出ます。しかも、女神アテナはメンテイス王に変装したまま、テレマコスの旅に付き添ってくれます。優しすぎる。父の生死を確かめる旅に出たテレマコス。大叙事詩オデュッセイアの物語は、そんな青年の大きな決意から始まります。2. ついに掴んだ英雄の噂。父はカリュプソーの島に囚われている。さて、息子テレマコスはまず、ギリシアのピロスにいる武勇に名高いネストー王に会いに行きます。ネストー王はトロイア戦争でオデュッセイアと共に戦った戦友でした。ネストー王はテレマコスの訪問を受けて、戦争後の英雄たちの行動について語ります。しかし、オデュッセウスとは、帰路に着く途中で別れてしまったため、行方はわからない。とのこと。手がかりはなし、かと思いきや、ネストー王は、最近スパルタに帰国したメネラオス王ならば何か知っているかもしれない。と助言します。こうしてテレマコスは次に馬車に乗ってスパルタに向かうことになりました。さて、無事にスパルタに着いたテレマコス。彼はメネラオス王の歓迎を受けます。メネラオス王とその妻ヘレネーは、テレマコスの顔にオデュッセウスの面影があると懐かしみ、オデュッセウスとテレマコスの境遇を知って涙を流します。そして彼らは、テレマコスにオデュッセウスの活躍を聞かせてくれました。トロイア戦争は、ギリシアの数々の英雄や神々が参戦し、10年にも及んだ大戦争。その終戦のきっかけとなったのが、オデュッセウスが考えた秘策、トロイの木馬でした。巨大な木馬の中に人を隠して敵陣に侵入し、奇襲を仕掛けるというもの。ちなみに現代では無害を装ったコンピューターウイルスの名称として使われていますね。
そんなオデュッセウスの勇敢さと知略がトロイア戦争に勝利のきっかけとなったのです。父を褒めたたえる戦友の言葉を聞いたテレマコスは、いなくなってしまった父を思い、悲しく悔しい気持ちになります。かなりエモい展開。そしてついにメネラオ僧はオデュッセウスの消息について語ります。エジプトに漂流したメネラオ僧はそこから帰る途中の島で海の神プロテウスにオデュッセウスについて聞くと、プロテウスはこんなことを言ったというんです。その男ならカリプソーの島の浜辺で涙を流しているのを見たことがある。船もなく囚われているのだろう。ついに手にした父の手がかり。父オデュッセウスはカリプソーの島に囚われている。テレマコスは父がまだ生きているという可能性を信じ、一旦イタケイ島に帰ることにします。ところが一方のイタケイ島では、テレマコスが船で出て行ったことを知ったあの横暴な求婚者たちがテレマコスを待ち伏せして殺してしまおうと画策していました。本当にとんでもない奴らです。妻ペネロペはその噂を聞き、息子の無事を女神アテナに祈るのでした。3、オデュッセウスはイカダで脱出。しかし妨害する海の神ポセイドン。実は待ち伏せされた息子テレマコスはどうなってしまうのかと期待させたこの直後、叙事詩オデュッセイアはついに主人公である父オデュッセウスの場面へと移ります。古代の叙事詩にもかかわらず、かなり凝った飽きさせない展開であることがわかりますね。非常に面白いです。さてオデュッセウスは噂の通りカリプソーの島に長い間囚われていました。彼はトロイア戦争の後キロで様々な困難に遭い、紆余曲折を経てこの島に漂流。そして島に住む女神カリプソーに気に入られ、共に住んでいるところだったんです。ちなみにこの紆余曲折の経緯については後に詳しい回想が入りますので、もう少々お待ちください。カリプソーは女神であると同時に妖精ニンフでもあったと伝えられています。そんな彼女は漂流したオデュッセウスを心よく迎えました。こうしてオデュッセウスはカリプソーとしばらく共に暮らすことになります。ところが日が過ぎるうちにカリプソーはオデュッセウスに惹かれていきました。カリプソーのオデュッセウスへの入れ込みようは凄まじく、彼に不死性を与えると約束するほどでした。ですがオデュッセウスは故郷に残した妻と息子のことを忘れられませんでした。彼は夜はカリプソーと共に寝ていましたが、昼間は浜辺に出て故郷を思って涙を流していたと言います。海の神プロテウスが見たのはこの浜辺で泣くオデュッセウスだったというわけ。本当にかわいそう。そしてこの囚われの日々はなんと7年も続きます。しかしそれにもようやく終わりが訪れることになりました。オデュッセウスを帰国させようという神々の意見を受けた主神ゼウスが、伝令神ヘルメスをカリプソーの島に派遣してオデュッセウスを解放するようにと伝えたんです。ありがとうゼウス。カリプソーはオデュッセウスとの暮らしを惜しみながらも、ゼウスの命には逆らえずオデュッセウスを解放することにします。よかった。するとオデュッセウスはすぐにイカダを作り浜辺から出航しようとします。さすがの行動力です。ただこの先の海はかなり険しいと聞いていたオデュッセウス、カリプソーにこう言います。この海をイカダ一つで越えるのは簡単ではありません。あなたが危険なことを企てないと誓ってくれなければ、私はイカダで海に出ることはできません。するとカリプソーは笑い、心よく誓った上で彼に食料や水、衣服などもたっぷり授けます。さらに愛するオデュッセウスのために順風まで授けてくれるのでした。最後は優しく送り出してくれたカリプソーです。さてしばらくはイカダで順調に進んでいたオデュッセウス、しかしオデュッセウスを憎む海の神ポセイドンに見つかってしまいます。オデュッセウス絶対許すまじのポセイドンは途端に嵐を引き起こしました。お手製のイカダが神の嵐に耐えられるはずもなく、跡形もなく粉砕され、今度ばかりはオデュッセウスも死を覚悟します。ところが英雄オデュッセウスは不運もあれば神々の加護を受けて月もある男。オデュッセウスの前に海の女神レウコテアが現れ、なんと決して溺れることのないスカーフを授けてくれたのです。このスカーフの力を借りてオデュッセウスは2日2晩泳ぎ続けます。さらに女神アテナも風を止ませてくれ、オデュッセウスがパイエケス島につけるように海を導いてくれました。アテナ様、一生ついていきます。こうして九死に一生を得てパイエケス島から流れ出る川の入り江にたどり着いたオデュッセウス、彼は茂みを見つけてそのまま眠りについてしまいました。そして彼が目を覚ました時、苦難続きの運命が大きく好転し始めます。4、王女ナウシカとの出会い。そして語り始めたヤバすぎる旅路。たどり着いたパイエケス島で眠ってしまったオデュッセウスは若い女たちの声で目を覚まします。それは島の美しい王女、ナウシカーと女中たちの声でした。この王女ナウシカーとの出会いによって、オデュッセウスはついに救われることになるんです。ちなみに、この出会いにもアテナが一枚噛んでいました。アテナは昨晩、王女ナウシカーの友人に変身して夢枕に立ちました。そしてナウシカーの夢の中でこう言ったんです。あなたはどうしてこんなにだらしないのかしら。次の朝を迎えたら、このほったらかしになった立派な衣類たちを洗濯しに行った方がいいわ。
王女は翌朝目覚めると、夢の通りにたくさんの衣装を持って川沿いに洗濯に行ったため、そこでオデュッセウスを見つけたというわけ。アテナ、人を誘導するバリエーションがかなり豊富です。さて、王女ナウシカーは、漂流して汚れまみれの姿だった大男のオデュッセウスを前にしても臆することなく、女中たちに体を洗わせて、持っていた着物と食事を与えました。聖人すぎる。さらにオデュッセウスを客人としてもてなそうと屋敷へと連れて行きます。ただ、聡明な彼女は、王女である自分が異国の男性を直接屋敷へ連れて行くと何らかのトラブルになることを予想していました。なのでオデュッセウスを果樹園に待たせ、町の誰かが通りかかったらその者に案内してもらってくださいと言い、一旦立ち去ったんです。オデュッセウスがしばらく待っていると、水瓶を持った若い娘が通りかかりました。彼は王女の言いつけ通り若い娘に声をかけ、島の王の屋敷に案内してほしいと頼みます。すると娘はこう答えました。異国のおじさん、お屋敷まで案内してあげますね。黙ってついてきてください。しかも、あたりが不思議な霧に包まれ始め、周囲に見えないようになりました。こうしてオデュッセウスは、無事、アルキノース王の館にたどり着いたのです。この案内した娘、何者?と思った方はめちゃくちゃ鋭いです。実はこの娘の正体も、女神アテナ。アテナはここでもオデュッセウスを手助けするために、町娘に姿を変えていたんです。サポートが充実すぎる。こうして屋敷に着いたオデュッセウスは、パイエケス王、アルキノースとその妻である王妃、アレテの前にひざまずき、自分がこの島に漂流してきたことを告げ、帰国させてほしいと願いました。そして彼は、炉の脇の灰の上に座ります。すると、これを見ていた長老、エケネオスが、アルキノース王に進言します。客人を灰の上に座らせておくのは礼に背きます。夕食を用意させ、もてなしてください。突然のオデュッセウスの登場にみんな驚きつつも礼節を重んじてくれたんです。しかも進言を受けたアルキノー僧も怒ることなく、オデュッセウスの手を取って自分の息子の席に座らせました。そしてこう宣言します。みんな食事を終えたら家に帰って休んでいただきたい。明日にはより多くの人を呼んで客人をもてなし、国に返す手立てを考えてあげようではないか。王女といい、長老といい、王といい、涙が出るほど親切な人ばかりの島で、本当に良かったです。こうして王宮には、オデュッセウスとアルキノース王、アレテ王妃の3人だけが残りました。その時王妃アレテは、オデュッセウスの衣服が自分が女中たちと共に作って、娘に与えたものだと気づき、彼に、どこから来て、その着物はどうしたのか、と話しかけました。オデュッセウスは答えます。7年もの間、女神カリュプソーの元にいたこと、そしてポセイドンに引き起こされた嵐によって海をさまよったこと、そしてこの島に流れ着き、ナウシカ王女に助けられたこと、自分の出自は伝えず、ここに至った経緯だけを伝えます。すると今度はアルキノー僧がオデュッセウスに問いかけました。王はオデュッセウスの話し方や態度があまりに洗練されていることを気に入り、そして不思議に思ったんです。客人よ、あなたは立派な男とお見受けする。あなたが良ければ、もう少しこの国に留まってほしい。そして娘ナウシカを妻にしていただければ、この屋敷も財産も与えよう。だが、それを望まないならば、あなたが帰国できるように取り計らおう。突然の縁談。それほどオデュッセウスの風格が素晴らしかったということでしょう。しかし、オデュッセウスの悲願は、妻と息子が待つイタケ島へと帰ること。それを伝えると、王は明くる日、オデュッセウスを国へ送るための船を用意させ、漕ぎ手を集めました。さらに出航までの数日、オデュッセウスは島で過ごします。この間にオデュッセウスは命の恩人である王女、ナウシカーから別れの言葉を告げられました。ナウシカーもまたオデュッセウスに惹かれていましたが、彼の意思を尊重して別れを告げたんです。ちなみにこの時オデュッセウスはこう答えています。あなたは命の恩人です。無事に国へ帰れましたら、神様同様に崇めるつもりです。オデュッセウス、義理堅い男です。モテるわけだ。ちなみにもうお気づきの方も多いかと思いますが、美しく聡明な王女、ナウシカーは、ジブリ映画、風の谷のナウシカの主人公、ナウシカの名前の由来となった人物、宮崎駿監督の口から、その性格も影響を受けていると語られています。さて、出航までの間、屋敷で宴が開かれ、そこで吟遊詩人が、トロイア戦争のトロイの木馬の物語を歌います。そこには、オデュッセウスの活躍も描かれていました。しかし、それはもう10年も前のこと。オデュッセウスの頬を思わず涙が伝います。その涙に気づいたアルキノー僧は不思議に思い、オデュッセウスにナト祖国を訪ねました。そこで初めて、オデュッセウスは全てを明かします。自分がトロイア戦争を戦い抜き、歌で歌われているオデュッセウス本人であると。そしてオデュッセウスはトロイア戦争の後に自分の身に起きた苦難の旅路を語り始めます。それは聞く者を絶句させるほどに苦しく、そして危険に満ちた旅路でした。そう、実はここからオデュッセウスがこの島にたどり着くまでに経験した冒険の詳しい回想が始まるのです。
ここまでに描かれたオデュッセイアの前半は、なんとちょっと長めのプロローグとも言える位置づけだったんです。叙事詩オデュッセイアが2000年以上も人気であり続けた理由が、このような凝った展開からも伝わってきますね。5. 航海の始まりは前途多難。行く先々でどんどん減っていく部下たち。オデュッセウスの回想は、女神カリプソーの島に囚われるよりもさらに前、10年前のトロイア戦争の直後にまで遡ります。オデュッセウスはなぜカリプソーの島に一人で漂着してしまったのか、その伏線回収が始まるというわけ。さて、長きにわたったトロイア戦争に終止符を打ったオデュッセウスは、部下と共に故郷のイタケイ島を目指すことにしました。彼らはまず、トロイアの北のトラキアにあるキコネス族の国に行き略奪を行いますが、逆襲に遭い、部下の一部を早速失ってしまいます。そこでオデュッセウスは多くの部下たちと船団を組んで船を出し、イタケイ島へと向かいましたが、今度は嵐によって漂流。航路を外れて、ロートパゴス族の土地へと漂着します。そこでオデュッセウスは部下にその土地の探索を命令したんですが、偵察に行った部下は友好的なロートパゴス族から魔力がある果実をもらい、これを食べてしまいます。するとこの果実が故郷への思いすらも忘れてしまうほどに甘く、食べた部下はみんな帰るのを嫌がってしまいます。そこでオデュッセウスは部下たちを無理やり船に乗せ、なんとかこの地を離れました。いきなりの前途多難。次にオデュッセウス一行がたどり着いたのは、一つ目の巨人が住むキュクロープスの島でした。ちなみにギリシア神話のキュクロープスというと、ゼウスに雷帝を授けたティターン神族のキュクロープスが有名ですが、オデュッセウスが遭遇したキュクロープスは全くの別物です。さてオデュッセウスたちにとってここは久しぶりの陸地。部下を10人ほど引き連れて早速あたりを調べると、山の上の洞窟の奥にヤギが飼われていて、たくさんのチーズが置かれているのを見つけました。洞窟の中に入ってチーズを奪おうとしていると、やがてこの洞窟に一人で住んでいるキュクロープスのポリュペーモスが戻ってきて、洞窟の中に入ってその入り口を大岩で塞いでしまいました。しかもその閉じ込められた状態でポリュペーモスに見つかってしまう始末、もう最悪の状況です。オデュッセウスは解放するように頼みますが、ポリュペーモスはこれを全く聞き入れず、しかも突然部下を二人捕まえると夕飯の中に入れて食べてしまいました。怖すぎる。次の日の朝にも二人の部下が食事になり、日が経つごとに二人ずつ部下が犠牲になっていきます。これでは遠からず全滅。そこでオデュッセウスはなんとか知恵を巡らせました。まず持っていたワインを食後のポリュペーモスに渡します。このワインを気に入ったポリュペーモスはオデュッセウスに名前を聞いたんですが、ここで起点を聞かせてオデュッセウスは、誰でもないを意味する言葉であるウーティスと名乗りました。実はこの変な名前が後で絶大な効果を発揮します。ちなみに巨人の方はワインに協力して、ウーティス、お前を最後に食べてやろうと約束します。そしてそのままワインを飲んで眠ってしまいました。この千載一遇のチャンスをオデュッセウスは逃しませんでした。部下と一緒に作ったオリーブの丸太を尖らせた槍でポリュペーモスの一つ目を突き刺したんです。当然ポリュペーモスは大きな悲鳴を上げました。それを聞いて仲間の巨人たちが集まってきます。そして、誰にやられたと聞くので、ポリュペーモスはウーティスだと叫びました。ところがウーティスは誰でもないという意味。しかもポリュペーモスはいつも仲間から離れて一人で暮らしていました。なので巨人たちは、なんだ自滅かと勘違いして帰ってしまいます。この展開を予想していたのならオデュッセウス賢すぎる。その後、目が見えなくなったポリュペーモスがヤギを外へ連れ出すのに乗じて、オデュッセウスたちは見事に洞窟から脱出します。そして船で沖へと漕ぎ出したのですが、ここでポリュペーモスがオデュッセウスたちが逃げたことに気づき、沖に出た船に向かって大岩を投げてわめきます。岩は間一髪で船に当たらず、それを見て勝ち誇ったオデュッセウス、我慢できずに、お前はイタケイのオデュッセウスにやられたのだと本名を告げてしまいます。ついつい生きちゃったわけですが、こうして本名を知ったポリュペーモスは、オデュッセウスに天罰を与えてほしいと祈りました。そしてその祈った先というのが、ポリュペーモスの父である海の神ポセイドンだったんです。実はとんでもない血筋だったというわけ。前半にもちょっと紹介したように、この祈りは聞き届けられ、怒ったポセイドンによってオデュッセウスの旅はさらに過酷なものになっていくんです。6. 風の神アイオロスの島へ。せっかくの歓迎を無駄にする一行。さて、オデュッセウスはポセイドンの怒りを買ってしまったことから再度嵐に遭遇。今度は風の神アイオロスの住む島アイオリア島に流れ着きます。今度はどんな苦難が待ち受けるのかと思いきや、アイオロスは突然来訪した彼らをなんと1ヶ月もの間歓迎してくれました。しかも出航時には船で無事に帰ることができるようにと、西風を入れた革の袋を持たせてくれたんです。さらに航海を阻む逆風は別の袋の中に閉じ込めてくれました。めちゃくちゃ親切です。おかげでオデュッセウスたちはこの島を出た後、穏やかに航海を進めることができましたが、平穏は長くは続きません。
部下の一人が逆風の入った袋の中に金銀が隠されていると勘違いして、その袋を開けてしまいます。するとたちまち風が吹き荒れ、船は来た方向へと戻されて、再びアイオリア島に戻ってしまったんです。かなり恥ずかしい状況。そんなオデュッセウスたちを見たアイオロスはさすがに愛想を尽かして、今度は冷たく追い返されてしまいます。これは、オデュッセウスたちに不吉なものを感じたためとも言われています。いずれにせよこの一件で彼らは風の力を頼ることなく自力で船を漕いで進むことになるのでした。なんとも情けないお話です。さらに苦難は続きます。自力で進む一行が次にたどり着いたのはライスとリュゴネス族という巨人たちが住む島でした。なんとそこでは海岸で屈強な巨人たちに襲われてしまいます。多くの部下が食べられ、さらに投げられた岩石で船団の船が次々と沈んでしまいました。オデュセウスの乗った船はなんとか島を脱出。しかし辺りに他の船はありません。最初にトラケアを出航した時には巨大な船団だったはずなのに、もうこの一隻と44人の部下しか残っていなかったんです。7、人を動物に変える魔女キルケイの島。そして始まる冥界下り。続いてオデュッセウスはアイアイエーという島にたどり着きます。当然このアイアイエーでも問題が起きます。島にはなんとギリシャ神話でトップクラスの実力を持つ魔女キルケイが住んでいたんです。キルケイは非常に美人で、島に招き入れた者たちを魔法で動物に変えてしまう恐ろしい魔女でした。そんな魔女キルケイの住む島とは知らずに上陸したオデュッセウス。彼はまず全体の半分である22人の部下に島を探索させます。すると部下たちはリーダーのエウリュロコスを残して、みんなキルケイの館に招かれて食事を振る舞われ、魔法の薬によって豚に変えられてしまいました。これを物陰から見ていたエウリュロコスだけがなんとか船へと戻り、これをオデュッセウスに報告。オデュッセウスは豚になった部下たちを助けるために単身で館に向かいます。ようやく英雄っぽいことをするオデュッセウスです。キルケイの館に向かったオデュッセウスの前に、なんと突然伝令神ヘルメスが神の使いとして現れます。ヘルメスは珍しい薬草を渡しながらこう忠告します。この薬草にはキルケイの魔法を防ぐ効果がある。キルケイが驚いているうちに剣を抜いて立ち向かえ。すると彼女は寝室にお前を誘うだろう。その時はお前の勢力を奪わないように先制させなければならない。めちゃくちゃ具体的なアドバイス。相変わらずピンチになると神々が助けに来てくれます。さてその忠告の通り、オデュッセウスは薬草を口にしてからキルケイの館を訪れます。キルケイは薬を混ぜた食事を振る舞ってオデュッセウスを動物に変えようとしますが、うまくいきません。驚くキルケイに剣を抜くと、キルケイはひれ伏しました。するとキルケイはヘルメスが言った通り寝室に来るように誘ってきます。そこでオデュッセウスはこう言います。裸になった私から精気を抜くつもりだろう。そうはせぬとここで先制しろ。キルケイはこれを誓い、そして二人は寝室に消えていきました。やることはやるのね。この一件をきっかけにしてキルケイはオデュッセウスのことを思うようになります。キルケイは部下たちを人間の姿に戻し、そして食事や酒を用意させてオデュッセウスたちを歓迎しました。オデュッセウス一行は長く辛い船旅で疲れ切っていたので、1年間この島に滞在することにしました。結構長めの休息です。そして1年後、オデュッセウス一行は再び帰国への思いを新たにし、旅立つことを決めます。オデュッセウスを思うキルケイは悲しみましたが、彼を送り出すことにします。そして彼女は旅立つオデュッセウスにこんなアドバイスをします。冥界にいる預言者、テイレシアスの亡霊と話し、この先に何が起きるのか尋ねるといいでしょう。さらに冥界に行く方法もきちんと教えてくれました。これまでの苦難を思い出して、確かに助言をもらった方がいいと思ったオデュッセウス。彼らはキルケイの言う通りに準備を済ませ、黒塗りの船で死者の国である冥界に赴きます。そしてたどり着いた冥界で漆黒の羊たちを生贄に捧げると、盲目の預言者テイレシアスの亡霊が現れました。テイレシアスはこう言います。鳥なきへの島でヘリオスの神聖な家畜を食べないようにすれば無事に家に帰ることができるだろう。なんのこっちゃですが、これも後にちゃんと回収される伏線です。さらに様々なアドバイスをもらったオデュッセウスは、この冥界で他にも数多の亡霊と言葉を交わします。その中には戦争に向かった頃には生きていたはずのオデュッセウスの母もいました。故郷を出ている間に母が亡くなったことを知ったオデュッセウスは、母と言葉を交わし、そして抱きしめようとしますが、亡霊であるため腕はすり抜けてしまいます。切ない。さらに、オデュッセウスと共にトロイア戦争を戦った英雄、アキレウスの亡霊や、あの英雄、ヘラクレスの亡霊もいました。彼らと様々な会話をした後、オデュッセウス一行は冥界から地上に戻り、ようやくイタケイ島に向けて出航しました。アドバイスを受けたオデュッセウスは、ついに故郷に帰れるんでしょうか。8、立ちはだかる三体の怪物。セイレーンとスキュラとカリュブディス。さて、アイアイエの島を離れる際、オデュッセウスはキルケイから、海の怪異であるセイレーンに気をつけるように、と忠告されました。
セイレーンはギリシア神話では上半身が美女で下半身が鳥という見た目で、歌声で航海中の人々を魅了してナンパさせてしまう船乗りの天敵のような怪物です。そんなセイレーンのいる難所を通る際、オデュッセウスは部下たちに耳栓をさせ、自分だけは耳栓をつけず、自分の体をマストに縄で縛り付けさせます。わざわざ自分だけはセイレーンの歌声を聞こうとしているんですが、これはセイレーンのいる海域を抜けたかどうかを確認するための策。セイレーンの海域に突入すると、その歌声を聞いたオデュッセウスは、縄を解いてセイレーンのところへ行かせてくれと狂い叫びます。しかし部下たちはそれを無視して船を進め、オデュッセウスが落ち着いたところで海域を抜けたと判断して彼を解放したんです。絵面を想像するとちょっとシュールですが、賢い策です。こうして恐ろしい難所を抜けて安心とはならず、また次の難所が立ちはだかります。実はその先の航路には選択肢が2つあり、1つは2羽の鳩でさえ通り抜けられないめちゃくちゃ狭い2つの岩の間、そしてもう1つは怪物カリュブディスと怪物スキュラがいるその狭間でした。どっちも無理そう。ちなみにカリュブディスは海水を飲み込んで渦潮を引き起こし、船を大破させる怪物であり、スキュラは腰から6つの犬の頭がぶら下がった一度に6人の船員を食らう怪物でした。さてオデュッセウス一行はカリュブディスとスキュラの狭間の海域を選びます。そこを通るとカリュブディスが海水を飲み込み始めたため、急いでスキュラの方に寄って船を進めますが、すると6人の部下が一瞬にしてさらわれて、彼らの断末魔が響きます。オデュッセウスたちは恐怖を抑え、悲嘆に暮れながらも船を漕ぎ続け、なんとかその危険な海域を抜けました。まだ生きている30人余りの部下は本当に幸運としか言えませんね。9、太陽神ヘリオスの怒り。そしてオデュッセウスはたった一人。一行はその後トリナ系の島にたどり着きます。この島は太陽神ヘリオスが家畜を飼っている島。冥界で預言者テイレシアスは、トリナ系の島でヘリオスの神聖な家畜を食べないようにすれば無事に家に帰ることができるだろうと助言していました。オデュッセウスは助言を守るために上陸したくなかったんですが、部下たちがあまりにも疲弊してしまっていたので仕方なく上陸します。ところが嵐が訪れたせいで船が出せず、1ヶ月もの間この島に滞在することになってしまいました。そうしているうちに食料が底をついてしまい、オデュッセウスは一人で神に祈るために奥地に行き、そして疲れから眠ってしまいます。嫌な予感。オデュッセウスが眠っている間、部下のエウリュロコスがこんなことを言います。ここで餓死するくらいなら太陽神ヘリオスの家畜を食べようじゃないか。エウリュロコスは魔女キルケイの島で唯一豚に変えられなかった慎重な部下でしたが、ここでとんでもない提案をしてしまったんです。眠りから覚めてみんなの元へと戻ったオデュッセウスは愕然とします。立ち込めるのは肉の焼ける匂い、そして肉を頬張る部下たち。オデュッセウスは嘆きながら神に許しを乞いました。それから嵐が止み、船は出航しましたが、すぐに凄まじい嵐に見舞われ、そして雷が落ちて船が大破してしまいます。実は島の家畜を食べられた太陽神ヘリオスが激怒して、ゼウスに彼らを罰していただきたいと頼み込んでいたんです。このためオデュッセウスたちはゼウスの雷霆によって船を粉砕されてしまったというわけ。船は燃え、家畜を食べた部下たちは全員死んでしまいます。そして海に放り出されたオデュッセウスはたった一人、船の残骸にしがみついて生き残り、そして9日間も海を漂流することになります。ついに一人になってしまったオデュッセウス。こうして彼が漂流した先こそが、この動画の前半で紹介した女神、カリュプソーの島であり、彼はここに7年間囚われることになったんです。そう、ここでようやくオデュッセウスの冒険の全貌が明かされ、前半と回想が綺麗につながりました。10. ついに訪れた帰国の日。息子テレマコスと二人だけの計画。女神カリュプソーの島で7年間囚われ、ようやく出航したものの、ポセイドンの嵐に飲まれ、そして王女ナウシカに助けられたことは前半に紹介した通り、こうして長い長い回想を終えたオデュッセウス。彼の身に起きた苦難の連続に宴の人々は絶句するしかありませんでした。オデュッセウスは歩きの遅やアレテ王妃に別れを告げると、ついに故郷、イタケイ島へと向かう船に乗り込みます。船の中でオデュッセウスは深い眠りにつくのでした。さて、オデュッセウスが目を覚ますと、周囲にもやが立ち込めており、自分が一体どこにいるのかわからなくなっていました。また見知らぬ地に来てしまったのか、と落胆するオデュッセウス。そんな彼のところへ若い羊飼いがやってきたので、オデュッセウスは彼に、ここはどこなのか、と問います。すると羊飼いは微笑んで、イタケイです、と答えました。オデュッセウスは眠っている間に自分の祖国へと帰還を果たしていたんです。10年続いたトロイア戦争、そして10年かかった冒険の日々。実に20年越しの帰国でした。オデュッセウスは内心喜んでいましたが、帰国をすぐに知られるわけにはいかなかったため、喜びを隠しながら、
私は嵐のためにここに来てしまったのだと嘘をつきます。するとそれを聞いた羊飼いはなんと美しい女性へと変身してこう言います。もう騙し合いはやめようではありませんか。そう、若い羊飼いの正体は女神アテナでした。帰国まで彼女はずっとオデュッセウスのことを気にかけていたのです。アテナさん、本当に変身がお好きのようです。オデュッセウスは正体がバレないようにアテナの力によって老人の姿に変えてもらい、まずは豚飼いエウマイオスの小屋へと向かうことにしました。エウマイオスは親切な豚飼いで、彼は見知らぬ老人をオデュッセウスとは知らず食事を振る舞ってくれます。食事の席でエウマイオスはオデュッセウスを熱く慕っていたこと、オデュッセウスがいなくなってから無礼な求婚者たちが王宮を占領していること、息子のテレマコスが父を探しに航海に出てしまったことなどを語ります。中心であるエウマイオスは現状を深く嘆いていたんです。さてその頃、スパルタにいた息子テレマコスの枕元に女神アテナが現れ、こんな忠告をします。求婚者たちがお前を待ち伏せして暗殺しようとしている。イタケイに戻ったらまず豚飼いのエウマイオスを訪ねるとよい。テレマコスはこの助言に従って待ち伏せを避けて無事にイタケイ島に帰還、そして単身で豚飼いエウマイオスの小屋へと行きました。テレマコスの姿を見るとエウマイオスはハラハラと泣いて喜びます。そしてテレマコスはエウマイオスに王宮に行って母ペネロペに自分の帰還を報告するようにと頼み、彼を王宮に向かわせます。さて豚飼いの小屋に残ったのはテレマコスと老人の姿のオデュッセウス。するとアテナはオデュッセウスの変身を解きます。突然現れた父オデュッセウスの姿にテレマコスは驚き、初めは信じられませんでしたが、やがて目の前にいるのが本当に父だと分かると大粒の涙を流し父に抱きつきます。20年越しの父とこの再会です。それから二人は王宮を占領する求婚者たちを成敗する方法を相談します。そしてオデュッセウスは再び老人の姿に戻り、帰還したことは誰にもバレないようにしつつ計画を進めることにします。ついに果たした親子の再会、物語のクライマックスはもうすぐです。11、求婚者たちを残らず成敗。帰りを待ち続けた妻ペネロペとの秘密。さて老人の姿で王宮を訪れたオデュッセウス、館の前には老いた犬アルゴスがいました。20年間主人を待ち続けたアルゴスはオデュッセウスを見ると安心したかのように一声出すと寿命を迎えて息を引き取りました。その後オデュッセウスは王宮での求婚者たちの横暴を見て怒りに震えますが、なんとか我慢して最愛の妻ペネロペに会います。ペネロペはみすぼらしい老人を見ても罵ったりはせず、むしろ異国の老人ならば何かオデュッセウスについて知っているかもしれないと様々な質問をします。すると老人は自らの正体を明かしたい気持ちを抑えてこう答えます。私はオデュッセウスに会ったことがある。彼はきっともうすぐ帰還するだろう。老人の話すオデュッセウスの姿に懐かしさを覚え、ペネロペは思わず涙ぐみます。そして老人をもてなし、老いた女中に老人の足を洗うように命令しました。するとその老いた女中は洗っている老人の足についた古傷に気がつきハッとします。その傷はオデュッセウスが幼い頃に祖父と狩りに出かけた際についたもので、長年オデュッセウスに仕えていた女中は目の前にいる老人がオデュッセウスであることに気がついたんです。女中は胸がいっぱいになりすぐにペネロペに伝えようとしますが、オデュッセウスはそれを引き止めます。今はまだ黙っていてくれ。すべての求婚者たちを成敗するまでは。かっこよすぎる。さて実はその成敗のチャンスはこの次の日に訪れました。実はペネロペはこの日求婚者たちの中から新たな嫁ぎ先を選ぶ協議会を行うことにしたんです。オデュッセウスが国を出てからすでに20年、ついにペネロペの心は折れ諦めてしまったというわけ。それは仕方ないことでしょう。ペネロペは集まった求婚者たちの前でこう言います。オデュッセウスが使っていたこの大弓で12の斧に開けられた12個の穴をすべて一度に射抜けたものに嫁ぎましょう。かなりの難易度です。求婚者たちは一人ずつ挑戦しますが、誰一人としてオデュッセウスの強すぎる弓に鶴を張ることすらできませんでした。弓を引く以前の問題です。そんな中、老人に変身したオデュッセウスが名乗りを上げます。この老いぼれにも挑戦させてはくれないか。求婚者たちは老人をバカにしますが、許可を得た老人はなんとやすやすと大弓に鶴を張っただけでなく、しっかりと弓を引き絞り斧の12の穴をきれいに射抜きました。驚く求婚者たち。するとオデュッセウスはそのまま矢を求婚者たちに向けて放ちます。待ちに待った成敗の始まりです。あいつはオデュッセウスだ。求婚者たちはようやく老人の正体に気づきますが、オデュッセウスは次々と不届き者を射抜き、矢が尽きると槍で殺していきます。息子テレマコスや豚飼いなどの中心も協力し、ついに全ての求婚者を成敗することに成功します。ついでに求婚者たちと不貞を働いていた女中たちも粛清し、オデュッセウスは正体を現して妻との再会に臨むことにします。ペネロペは協議会の間自室で待っていました。
女中からの報告を受けて広間に降りると、そこには20年待ち続けた夫オデュッセウスがいます。感動の再会かと思いきや、ペネロペはその姿が本物であるとはどうしても信じられず、とある秘密を使って確かめることにしました。ペネロペは突然老いた女中に言いました。ベッドを寝室の外に出しておいて。すかさずオデュッセウスは言います。何を言っているんだ。そのベッドは根の生えたオリーブの木をそのまま使って私が作ったものだ。神々であろうとベッドを動かすことはできないだろう。その言葉を聞いてペネロペは感極まります。そう、ベッドが動かせないことは女中さえ知らない二人だけの秘密だったからです。ペネロペは駆け出し、オデュッセウスに抱きついて頬にキスをします。こうしてオデュッセウスはついに長い長い旅を終え、愛する妻との本当の再会を果たしたのでした。二人は夜通し語り合い、オデュッセウスは20年間に起きた出来事を語って聞かせました。本当に良かった。それからオデュッセウスは息子テレマコスと共に父のラエルテスに会いに行き、ここでも感動の再会を果たします。その後、成敗された求婚者たちの一族が徒党を組んでオデュッセウスに復讐しにやってきますが、女神アテナが現れ、戦いをやめよと仲介してくれたため、両者は和解することができました。アテナさんは最後まで面倒を見てくれるいい女神です。こうして完全に平和を取り戻したイタケイト、長大な叙事詩オデュッセイアは大団円を迎え、ここで幕を閉じるのでした。12、英雄が異国をさまよう奇襲流リターン。これが現代ファンタジーの原点だ。古代ギリシアの叙事詩オデュッセイア、その長大な冒険譚はいかがでしたでしょうか。ぜひ感想をコメントしていただけると嬉しいです。帰国を阻む様々な苦難を乗り越え、多くの女性に言い寄られながらも妻と息子を思い、不屈の意志で帰国を果たしたオデュッセウスはまさに英雄と呼ぶのにふさわしいのではないでしょうか。時系列の入り組んだ凝った構成だったり、様々な登場人物たちの細かなエピソードが見られたりと、2700年前の物語とは思えないほどに完成されていますよね。またオデュッセイアのような英雄や神が異国をさまよいながら試練を乗り越える冒険譚は、神話学的には奇襲流リターンとも呼ばれていて、現代のファンタジー作品にも通じる形式だったりします。まさに冒険ファンタジーの原点というわけ。そんなオデュッセイアは岩波文庫から原典訳版が刊行されていたり、ギリシア神話の概説書にもまとめられていたりするので、気になった方は一度手に取ってみてはいかがでしょうか。今回紹介しきれなかった求婚者たち一人一人のエピソードや登場人物同士の細かい会話など、読んでみると新たな発見もたくさんあると思います。チャンネル登録、コメント、高評価、通知の方をよろしくお願いします。それではまた。